平野紫仕様、高級ブランドアンバサダーへの内定化、経済効果が注目される彼の成功比は、日本のエンターテインメント業界において、個々のタレントの影響力は、ますます重要視されています。その中でも、元、キング、リンチェプリンス、メンバーで現在、トベー・トベ所属している平野紫仕様がその影響力を最大限に発揮していることは間違いありません。 平野ノシが9月18日に行ったインスタグラムの投稿には、高級ブランド、ルイ・ヴィトンのアンバサダーに内定したことを匂わせる内容が含まれており、これによって彼のファッションとエンターテインメント界での成功が再び話題となっています。平野ノシのインスタグラム投稿は、彼がルイ・ヴィトンの秋冬メンズコレクションで統一したコーディネートを披露するものでした。 この投稿には、高級ファッション愛好者から多くの賞賛の声が寄せられ、彼のスタイリッシュなルックスに対する期待が高まりました。平ヤが着用したアイテムには、ショートスリーブデニムワークウェアシャツ、デニムカーペンターショーツ、モノグラムフラワーストッパーコットンフーディ、S ロックベルチカルウェアラブルウォレットなど、 高級なものが多数含まれており、その合計金額は驚異的な93万円を超えました。この投稿を見たファンたちの中には同じ商品を手に入れようとする人たちが続出し、公式ウェブサイトでは一時的にページが見つかりませんと表示される事態が発生しました。この現象は平野効果と呼ばれ、 彼の影響力が実際の販売にも影響を与えていることを示しています。さらに、9月28日に発売されたファッション誌、エルジャパン、エルジャポンは、平野氏を特別版、と題した特集記事を掲載することを発表し、これも平野の人気を証明しました。予約サイトでは、この特集記事が受け付けられた瞬間にほぼ完売となり、 彼のファッツンとファッション愛好者からの指示が一層明らかとなりました。さらに、彼がルイ・ヴィトンのアンバサダーに内定した可能性も高いとされており、これが実現すれば、彼のファッション業界での成功がさらに拡大することでしょう。 芸能ライターは、紙面でも憧れのブランドだったというルイ・ヴィトンを、しかも同ブランド最新の l v フォールコレクションを着用していることも明らかに。まだ公にはなっていませんが、これはアンバサダーに就任した可能性が非常に高い、と語っています。ルイ・ヴィトンが平野仕様をブランドの代表として選び、 彼のスタイリッシュなイメージを活かすことは、ブランドにとっても大きな魅力となるでしょう。平野仕様の成功には、ファッション業界だけでなく、社会貢献への貢献も含まれています。実際、彼は9月19日にインスタグラムに2枚の写真を投稿し、高級ブランドのエルメスの冬用コートを着用している姿を公開しました。 この投稿には、エルメスもアンバサダーに就任したのではないかという期待が寄せられ、彼のブランドとの協力が広がる可能性が浮上しています。しかし、ヒラの仕様は、単なるファッションアイコンやブランドアンバサダーだけでなく、社会貢献にも力を注いでいます。7月30日に彼がカフェでレモネードを飲む写真を投稿したことが大きな話題となりました。 この投稿がきっかけで、平野のファンたちだけでなく、一般の人々もレモネードを購入し、ファミリーマートのみんなのレモネードが発売直後に大ヒットとなりました。実は、この商品は小児がん啓発を行う団体、一般社団法人みんなのレモネードの会とのコラボレーションによって生まれたもので、売り上げの一部が小児がん。 患者の子供たちを支援するために寄付されています。平野の投稿が社会貢献につながり、人々の心に深い印象を残したことは、彼の影響力の大きさを改めて示すものでした。平野仕様は、ジャニーズ事務所から早期に退社し、その後もクリーンなイメージを保ち続けています。そのため、 彼は広告業界において最も望まれる男性タレントの一人とされています。彼の成功の裏にはファッションと社会貢献への情熱があり、これからもその活動がますます注目されることでしょう。平野紫耀の輝かしい未来にますます期待が高まっています。 日本のエンターテインメント業界において、平野潮は、その卓越したファッションセンスと社会貢献活動によって大きな注目を集めています。彼のルイ・ヴィトンとエルメスへの関与は、彼がどれだけ広範な業界で成功を収めているかを物語っています。また、彼のインスタグラム投稿によって引き起こされたレモネードの売上増加は、 彼のファンと一般の人々が彼の行動に共感し、彼の指示を示していることを示しています。平野仕様の将来に対する期待は高まる一方であり、彼のこれからの活動にますます注目が集まることでしょう。ます